ラーリグロミのまさこレイディオ。はい、まさこらー、はい、レイディオ、わさわさこ、わさこです。はい、立て続けにね、まさこらマーチ、わさこらマーチです。すごいね。そう、ついにミュージックビデオ上がりましたね。みんな見てくれましたか ね, ね, ね。そう、見てないと話始まらへんからね。そうなのよ。見てない人はこれ一旦閉じて。そうね。一回ね、そっち見てもらわないと。確かに確かに。5分の MV と、30分のメイキングを見ながら30分のメイキングな結構スルッと見えるよな、ね、マジで、ね、マジでスルッと見れたから時間ある時に見てもらいたい。 MV 見てからやったら余計やっぱりな面白い。そうってことで今日は、はい、重要な人を呼んでおります。お、この人ですね。この人ですね、リュウくんです。食べたな。はい、来ました。もう、はい、お願いします。ありがとうございます。毎度毎度すいませんね。どう紹介されるかと思ったら全然違う名前言うと思ってんけど3秒ぐらい無駄にするなと思って、シンプルに名前言った、うん、ためて言っただけみたいになっちゃった。一日の感想が楽しかったぐらいの薄さでした。小学生バンドやからな。やっぱり軽めでいいので自己紹介もらっていいですか。重めで、なんならマジシャンのリュウと言います。普段はマジックやってるんですが、まあ、今回はね、ミュージックビデオの監督をやったので、そっちね、何者やねん。マジでな、私この監督してもらって何者かよく分からない。誰なんやろうと思って。すげえよ、ね、素晴らしいですね。なんか メイキングの編集してる時に、上映会やったじゃないですか。やった、はいはいはい、その上映会した時に、ね、多分僕がマジシャンであるところを見たことあるお客さんがいらっしゃったと思うんですけど、 その方がなんか、リュウ君もうマジックやめたのって言ってました。いやもうそういうレベルよね。嬉しい言葉じゃないですか、回り回って。いやどうなん、やめてない。やめてないし、マジシャンとして大活躍ほんまにやってる。ほんまにやってるマジック今も。やめてない。もちろんもちろん、やってるやってる。いや無理やん、やりながらこんなことする。そっちが本職だから。マジで何個本職あんねん。いやいやいや、すごい。いやでもボイラーのおかげでいろんな挑戦をさせていただいて。なるほど。いやこちらもそう。ね、いや結構その挑戦で言うとなかなか面白いミュージックビデオですよね。うん、いやほんまにすごかったね、うん、これは準備からすごかったし、まさに挑戦ですよ。まさに挑戦、うん、そして成功したしね、ちゃんと。そう、うん、あんまり見たことないスタイルのミュージックビデオで、うん、そう、確かにこれほんまになんかよくよく考えたらなんか歌詞とかわからへんけど、うん、なんか映像も最後最初からわさこらわさこら言って、最後もみんなでわさこらわさこら言って、うん、もう初めて、何もかも初めてこうそれを見た人はマジでもう何なんだってなってると思うんやけど、うん、これ全部リュウ君やからな、考えたの。責任転嫁すかこれ。確かに。いやでもこれ、うん、僕の中で勝手な解釈があって、うん、今のボイラーの世界観を好きでついてくださってる、うん、ファンの皆さんとかお客さんがいて、うん、その今のファンの皆さんとのつながりを大事にしたいと思って作ったミュージックビデオなんですね。まさに。でそのお客さんの中ではその言葉の意味が分かる分からないじゃなくて、みんなわさこらで会話ができてると。うん、できてた。なるほどね。だそれが本当にボイラーリクガメとしてのライブの合言葉になってるというか、うん、っていうのがまあ大きな、うん、コンセプトにあって。なるほどね。だから最後わさこらしか言ってない中でもこうみんなが楽しそうにしてる絵が撮れれば、それがもう今回の成功なのかなと思ってた。いわば言葉なくても心でつながってるっていうね。そうですね。でもそういう、うん、そういう意図で。なるほど。泣けてきた。嘘だ。真顔すぎるけどな。びっくりしたな今。すごい真顔やったけどな。まあちゃんと考えて撮ってるんで。やっぱりリュウ君は確かにあの、うん、あのやっぱね
深いのよね一個一個。うん、うちらみたいにこう勢いとノリだけで生きてる人間とはちょジャンルが違うのよね。なんかすごい相性がいいんですよ。ああ確かにこの監督とは、うん、なんかうまく俺らのなんか気持ちみたいなものを形にしてくれてる感じするね、うん、そうです。しかもこんなに意味のわからん形で、うん、こんな思いつかんよ。マジで思いつかへん。すごい。お客さんもゲストに迎えてのしかも一発撮りっていう、うんうん、まあ本当まあ後から見てみればこの曲にすごいふさわしい形やと思う。うんうんうん、なんかこれ本編作ってる時に、うん、なんか落とし穴ありました。落とし穴。ここ やべえみたいな。成功はしたもののやべえ、うんうん、ここやべえかもみたいなとこありました。ああこれもうやっぱもう、うん、失敗は隠したいんで。うん。あ、そうか、まあ、言わん方がいいのか。ここだけここだけなんですけどここだけね、ここだけの話。そう、いいよ。ラジオ限定で僕の失敗談を言うと、おお、あのまあ1回目の撮影失敗したっていうのはメイキングでも流してもらえるんですけど、うん、その最終使ったやつも、うん、そのこれ本当に見返してほしいんですけど、うん、一発撮りで撮ったのに僕絶対映んないようにしてるんですよ。うん、なんか軽く言ってますけどこれって結構大変なことで、あの、うん、窓ガラスとか確かに反射で一切映らないようになってるんですよ。いや結構むずいよな、うん、しかもその撮影してる周りに水木とか、うん、そうちゃんとかもいるやんか、そういうスタッフを映さないようにっていうのもあるし、そうです、あれすごい、どうやってメイキングも撮りながら、ね、本当に水木もうまく隠れながら、ハエなんですよ、ね、あ、そうなんだ。なんか人の形してなくて、はい、みんな、うん、そうやって隠れて、いやそうだから、そう、その辺もすごいなと思ったんですけど、ですけども、はい、そうだから結構頑張ったんですけど、うん、あの2箇所だけ映っちゃってるんですよ、あの影が。宝探しだ、影、いや僕の影すら映さないようにしてたんですけど、すげえ、うん、僕の影も水木さんの影も一切映らないように頑張って考えてやったんですけど、うん、2箇所だけ映ってるんですよ。嘘、ちょっと失敗のレベルがすげえ。マジそれイベルタン言わんと探してもらった方がいいかもしれない な確かにすげえ。一つは水木さんですね。で水木さんがどこに出てるかはもうあのメイキングで言ってるんで、あ、そうか、しれっと、うんうん、そう映っちゃったなっていうのと、僕も映っちゃってるんですよ、うん、わかる、それ見てわかるレベル、一般人が。どうすかね、でもうん、わかると思いますけどね。僕はすごい気になっちゃったんで、うん、そうなんや、ちょっと探してみる。いやミスったなと思って、ちょっと探そう、これちょっと楽しいな。まあめちゃくちゃヒント言うと、あの、うん、メイキングで本番の PV なんかとか使ってるじゃないですか、うん、ここの裏側載せますみたいな、うん、そのどっかに載ってます。おお、絞られるね、結構。なるほどね、ちょっと後でみんなで見てみます。他は何かある？されると他全部聞きたいね。人の失敗を。失敗してないやろ。いやだって完璧すぎるもん。パッと見た感じ。うん、知りたいやん。実はこんなことがあったのかなみたいな。そうちらも知らんことを知りたいもん。まあでも結構うまくいって。たんすよね、なんかすごく満足してて。うん、うちもこれギューン、あ、うん、何ごめん、うん、いえいえ、なんかギューンとドエがいないとこで俺とリュウくんで冒頭の部分の音をどうするかっていうね、うんうん、あそこもいわばノーカットで行きたいけど、うんうんうん、最初からその電話してから乗って曲がかかるまで、はいはいはい、ノーカットで行きたいけど、はい、なんかただそれだけじゃまあ持たんやん、結構長いしさ、うん、っていうのでリュウ君がそこどうこう間を持たせるかっていうのを考えてくれてて、はいうんうん、でなんかそのこう焦る気持ちを表現するために、うん、その時計の音とか心臓の鼓動の音とかっていうのを入れるっていう最初言ってたんやけども、うん、なんかそれだけでもちょっと物足らない、うんうん、なんかそうそう、ね、なんかそこでなんか
何やろ、何やろこんな変な映像みたいな、なるそういう空気になっちゃうっていうのを懸念して、うんうんうん、でなんかちょっとイントロ的なものを入れれないかっていうふうに話になって、うんうんはいはい、で急遽パワッと俺は作ったんやけど、うん、なんか変な音が入ってるけど、うんはいね、曲が始まるまでの BGM じゃないけど、なんかざわざわするやつな、ざわざわする感じ、あれどうやって作ったの、表現したんです、あれはいいですよ、いやよかった、あれいいよな、うん、結構パッと作ったドンピシャなんですけど、パッと作った感じやけど、どうやってパッと作れるのやすごいよ、それをそれを言ってよ、それを、うん、と言っても意味がない、なんかそのなんていうやろ、焦燥感みたいなを表現するのに一番手っ取り早いのが、なんかその曲がだんだんテンポ速くなっていってみたいなのを一番表現しやすいから、それに加えてあとなんか変なサウンド、綺麗なサウンドというよりはちょっとなんか気持ち悪いサウンドした方がなんかそういう感じを表現できるからっていうのと、あとはなんかどうせやったらこのわさこらのこの原曲を素材にして編集したいと思って、すごいよな、でこれイントロのギターの音、ギターのフレーズずっと同じこと繰り返してるけど、それをその部分を逆再生にして、でだんだんそれをこうテンポを上げていって、でなんかいろんなエフェクトをかけたやつが、エフェクトをかけたって簡単に言うけど、それもやっぱりこの、まあ、MV の冒頭に入ってる、いやもうドンピシャでしょあれ、本当にインサイド同士の話来た時感動しましたね、あそりゃそうやな、なんか、まあ、リュウ君のイメージに合っててよかった、多分みんなのイメージ通りやったと思う、しかもそれが変なとこから引っ張ってきたフリー素材じゃなくて、ね、うん、わさこらの音源っていうのがまたね、ありがとうって感じ、そこはやっぱりね、なんか統一感じゃないけど気持ち的に、うん、めちゃくちゃありがたい、欲しかったことに、すごいな、すごいな、逆再生の中野か逆再生は割と使う、なんかそういう時に、あすごいな、新今宮の逆再生中野ですみたいな、いいな、だそこでいい感じに落ち着いてよかったよね、いやー、うん、よかった、あれはもうあのこの曲をコピーするときはそっからコピーしていただかないと、いやほんまそう無理そうですね、あれも入ってるからな、逆再生やから、あれがイントロだから逆再生やからで、あとさ電車の中の人をどうにか映さへんように、はいはい、今の謎技術、そうですね、うまいこと歌詞をあれすごいよ、あれ見事にあやばい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 ってなったらスッて出てきて、あやばいやばいスッて出てきて、あれなマジで見た時に、ね、あ大丈夫かなこの人、ああ大丈夫かな、そうそうそう、ああってタイミングもすごかったね、そうなんよ、なんかよ心読まれてるような気分やったもん、なんかあのタイミングとかも全部な、うん、そう、あそこまで、ま、隠しとったらまあまあね突っ込まれることはないだろうっていう、見事な、ね、モザイク、モザイク歌詞というか、そうそう、あれちょっと笑っちゃったもん、なんかすごい普通に技術的にあんな簡単にできるもんない、いや大変でしたね、そうやもんね、すごいね、だってギューンは映ってるわけやから、そうそうそう、全部に かける文字やったら簡単にできるやん、重ねるだけやけど、ギューンのとこだけ映ってないからさ、その文字が、だからギュンさんだけ分離した映像を作って重ねてるんですよね。そうだね。ああそうなるよね。ちょっと、もうちょっと難しかったですけど。もう難しいよ。めちゃめちゃこれ。むずい。そう、謎技術。謎技術。すごい。で、あそこのシーンのインパクトがわさわさなってるのが面白くて、それサムネにしちゃった。うんうんうん、あれがね、出てるよね。わさわさ。わさわさ感が。いつもなんか適当ないい感じの場所を切り取って、うんうん、でこうタイトルパッて入れるようにしてんだけどさ、うん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 、タイトルいらんやん、確かにわさわさしてるからか画面がわさわさしてるからタイトルいらんなと思って一番わさわさしてたのは電車の中が、電車の中がちょっとあの1分ほどこれつまんないかなとかって言ってたよな、歌詞入れます、結構気にしてたんで、はい、ね、そうそうそう、見事になりました、ほんまに、いや本当に素晴らしい、よかったですね、まあ工夫しましたね、本当に
当にリハの時なんてだって1分間何もしなかったんで。そうやねん、そうそう、リハを重ねてこれ見るのやめるなって思って。そうですね、じゃあユンさんちょっと踊ってみた方がってなっていって、そう、グラサンかけたぐらいした方がってなっていってね、うんうんうん、そうなんですよ。いやもういい、だからそう、あの辺もメイキングで入れようか悩んだんですけどね。だからあの、うん、だから電車の中で撮ってるっていうのもあって、うんうん、人にモザイクをかけないといけないのが嫌で、うん、そうね、それをこう、うん、歌詞でなんとかしたいっていうのはもう構想でずっと考えてたんで、うん、そこも言いたかったんですけどね。ちょっとあのごめんなさい、ダメシ巻き卵の作り方に全力かけすぎちゃって、ね、あれほんまに3回ぐらい聞いたけど、あれ絶対作る人おるよ、あれ聞きながら、あれ聞きながら、うん、めっちゃしっかり言ってくれてるもんな。めっちゃしっかり言ってます。めっちゃしっかり言うてるね、全然関係ない。でもあの歌詞出す、うん、その尺ほんまにちょうどいいって言っちゃう、はい、思ってさ、なんかあの歌詞、あ、そうですね、うん、なんかその歌詞さ、見る読む人は読むやんか、やっぱり改めて、うんうんうん、ケツの穴からエラゲツで奥歯わさこらっていうの見た時になんか頭おかしくなって、うんうんうん、でもなんか頭おかしかった。そう、電車、そうそう、でもそれ何回かしかパパって映らへんから、あれ全曲ずっと歌詞出てこられたらもうほんま鬱陶しいなと思ったから。あれさ、あの YouTube にこの MV アップロードした時にさ、うん、YouTube って自動でその、うん、なんていうやろ、そのサムネイルを作ってくれるのよ、うん、その、はい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 、適当に切り取って、うん、そこにそのあのケツの穴から そのシーンが奥歯わさこら、最初それにしとったのよ。あかんかんかん、危ない危ない、あかんと思って、ギリ関西よ、ギリ関西で許されるレベルよ。そこピックアップされてもたと思って、うん、でも面白いなと思ってやってたけど変えたわ、さすがに。いや、よかったさすがにやばいかなって思う、うん、危ねえ危ねえ。スルッとスルーしてほしい歌詞ですね。何が何だか分かんない。全部スルッとあの YouTube の AI には、ね、YouTube の AI にはスルーされなかった、スルーされなかったんか、ね、気になったんやろな。センスあるんやな、やっぱり、うん、やるな。気になったんやろな。はい、そんな感じで、そんな感じでね、一旦今回はこの辺で、はい、もっと聞きたいところですから、はい、ね、ちょっともう一本もう言いたいこといっぱいあるんですけど、はい、うん、じゃあもうちょっと続きで、じゃあ一旦ここで切りますね。一旦ここで、はい、了解です。ほなみなさん、まさからさっさっさー、ちょっと、じゃあ、監督、ちょっと監督。はいはいはい。何してんの、はい、はい。何してんの、ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとなんかいいかなと思って。いやはじめ。はじめ。わかってるわ、うちらの扱い方をわかってきてる。